北日本では今日も日本海側を中心に雪の降りやすい天気が続きます。あちらこちら強く降る見込みでして、吹雪に対してもお気をつけください。でまず現在の積雪の様子、こちらですね、青森県の酸ヶ湯では420センチの積雪となっております。この12時間で、まあ、多いところだいたい10センチから20センチぐらい、新たに雪が積もりました。で今日ですけれども、こちら天気図を見てみますと、午前3時現在、大陸に高気圧、そして東の海上に低気圧、日本列島は強い冬型気圧配置となっております。次々と寒気が流れ込んでおりまして、雪雲が発達をしやすくなっております。でその雪雲の様子、この後の動きです。ご覧の通り日中もですね、この筋状の雲が日本海側を中心に雪を降らせるといった状態が続きます。局地的には1時間あたり3センチから5センチ前後の降り方となる見込みでして、積雪がまた増加をしていきます。また沿岸部風も強いですからね、吹雪に対してもお気をつけください。東北地方については夜になると雪の弱くなるところが多くなりそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。